南口寒川駅は神奈川県高座郡寒川町岡田一丁目にある東日本旅客鉄道相模線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅で京上駅舎を有している。京上駅舎は1985年に完成したもので建設費1億5300万円の内寒川町が5800万円。 寒川神社が3000万円を残りを国鉄が負担して建設された。1984年3月まで、東駅から西寒川駅を経て、篠宮駅までを結ぶ寒川支線が分岐していた。また、かつては校内に多くの側線があり、東駅から千ヶ崎西寒川間の区間列車の留置に使用されていたが、寒川支線の廃止に伴いほとんどが撤去されている。 茅ヶ崎駅管理の業務委託駅で、緑の窓口、自動改札機、自動券売機、自動生産機を備える。出入口と改札外コンコースを結ぶエスカレーターとエレベーターは、南口と北口に設置されている。2020年度の1日平均乗車人員は5096人で、相模線の乗り換え路線のない駅では、最も多く、途中駅では、 海老名駅に次いで2番目に多い。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。北口駅前通り北口周辺は、住宅と商店が多くあり、駅北西の寒川町役場周辺には、公共施設が集中している。駅前はかつては、住宅や商店がひしめき合い、駅前広場もなく、町の玄関口としての機能を十分に有していなかったが、 土地区画整理事業が1992年に開始され、2010年前後に駅前広場や広場へのアクセス道路、公園などが整備された。南口周辺の和幸宮地区は、中世において鎌倉幕府の有力御家人であり、源頼朝の最側近として活躍した、梶原景時が広大な館を構えていた。また、近世の江戸時代には、町屋村とも呼ばれ、 中原街道と大仙街道が交差する交通の要所として発展した。数ある大仙街道のうち、東海道から分岐し、大仙と江ノ島を直接結ぶ田村通りが最も人手が多く、数行きはその宿場町として繁栄した。駅南西の相模川沿岸に大型工業団地があるが、第二次世界大戦中は相模海軍交渉が置かれていた。 北口バス乗り場北口は駅前広場から海老名駅行きのバスと寒川町コミュニティバスが発着する。南口は駅前からやや離れた場所に暫定的なバス回転所が設置され、茅ヶ崎駅行きのバスが発着する。ありがとうございます。